おはようございます、中川凱です、今回はアルティメットロケということで、御三川にやってきました。まあ、タイミング的にも、まあ、アフター絡みだったり、まあ、回復も早い方はいるかなっていう感じなんですけど、まあ、今回は天気も雨ということで恵みの雨になるのかどうかちょっとわかんないんですけど、一日御三川をやってみたいと思います。朝一スティーズポッパーの 60F で行きたいと思います。オイルスタンド、ベイトがすごいな。ちょっとルアー変えよう。ちょっとなんか表層になんていうんだこれ、ヒシモ？ヒシモじゃないな。青野郎。いやあんま言わないですね。あ、そうなんですか。まあ草が浮いてるでいいか。ちょっと表層に草が浮いてるんで、ちょっとスナッピーフロックジュニア、これでいきます。バンクフラッターでインレット付近を流します。出そう、めちゃ出そう。次はステイズフロックジュニア、これでいきます。秋発売予定の、服シリーズから出る服をこれでやってみたいと思います。
マジか、やったやった、出た出たぜ、服を、やばい服、マジかマジかやったね、めちゃ元気、やった服を出たぜ、いいサイズ、結構今そこの流れの向こう側に投げて、で流れに向かって水中でこうドッグウォークというかウォーキングしたらすっ飛んできました。やったね、でかい、めっちゃ流進できましたね、いいバス、ありがとうな、ありがとう、434かなぐらい、じゃあね、ありがとう、綺麗、ありがとうね、よし、いいバス、やったね、この調子で次行きましょう。チェイスしとった、わー、大きいと、でっか、でかい、でかいのがチェイスしてきた、マジか、マジかよ、マジかよ、マジ？なんで？めっちゃチェイスありますね。パスおるな、もう一回朝一の場所に戻ってきたんで、とりあえずスピナーベイトから流していきます。ここは絶対魚いる場所なんでね、けどだいぶ水減ったな、なんか景色が違う、やばすぎません、でかっ、うわ無理いやでかすぎる、おしゃれだけど、おしゃれだけど、いやもう悲鳴っすよ、もう気絶もんすよっ怖いなちょっと、雲おるし
こに雲、でっけえ雲おるし、雲もそうだけど足がいっぱいついてるやつが無理なんですよ。うわーこれ怖えな、行くしかねえか。でも怖いマジで。もうこっから行こう。うわ怖い怖いマジで。大丈夫これ。マジ怖い怖いよ。どうしよう、ちょっと釣りどころじゃない。もうだったら絶対大きいですからね。減衰したら大きい。うわ。なんか多分ハチも嫌なんですよね。うわ。ハチめっちゃいるし、これ大丈夫？これやばいですね。刺されそう。大丈夫か？多分午前水いっぱいで午後結構引いたから多分沖についてますよね。なんで狙いは沖。お、食った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 。頼むぞ、バレんなよ。よっしゃ。うわ、やばいやばい、めっちゃ食った、やばい。よっしゃ、頼むぞ、バレんなよ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 。おっしゃー、来たぜ、来たー、シュリンピードフリーリグ。結構細いけどやったね。ばっくりいってる。よし、シュリンピードの 3.5g フリーリグにしたんですけど、あそこの沖に見える斜めになってる杭、結構斜めになってる杭って結構つきやすいんで、一応投げとこうと思って、あの杭際にフォールさせて、ちょっとズルビいったらコンコンみたいな、ちょっと弱い当たりで、でちょっと送ってしっかり合わせたらナイスサイズ。いけるか、ありがとう。よしよし。
で今使っているルアーが、シュリンピードです。結構皆さんノーシンカーで使うことが多いんですけど、僕がよく使うのは、フリーリグ、結構軽めの今 3.5g のシンカーがついてるんですけど、 3.5g とか 2.6g とかちょっと軽めのシンカーを使って、ゆっくりふわっと、落として、まあ、ボトムの地形変化とか、杭とかを結構丁寧に引きながら使うのに、このシュリンピードのフリーリグを使用しています。結構本当擦れるんで、皆さんもぜひ使ってみてください。おすすめカラーはスモークです。スモークはなんでてか、まあ使っ経験上というか今までよく釣れる。結構案外五三川って濁ってるんですけど、濁っててスモークカラーって結構なんて言うんだろう、クリアカラーというかなんですけど、結構釣れる、濁ったフィールドでも釣れるカラーなんで超おすすめです。終わりますか。いや今日一日やってみたんですけど、1本目は腹をでナイスサイズが釣れて、2本目がシュリンピードのフリーリグ。結構天気が曇りとか雨で魚ウキウキかなって思ったんですけど、まあそう甘くはなく、なかなかタフな一日だったと思います。でも結構、チェイスもあったりバイトもあったりで楽しめたので、まあ今回は良しとしましょう。まあ皆さんも複合とか発売になったら結構威力があると思いますので、ぜひ使ってみてください。それではありがとうございました。